있어. 3, 2, 1, GO! 飛び抜けてきた。けどそれもほとんど出てしまえば通用しないのは一本目で扱いにくい。レインバトルの3VFは鬼門だな。消耗戦になれば扱いにくい車はドライバーを手放せる。集中力が切れればミスが出る。その時が勝負だ。ちょっと不安だよな。この2本目は手の内をさらした後だからな。大丈夫かな、お腹。 それは向こうだって同じだ。プロジェクト D のドライバー、どれだけ順応性が高く、ホーム、コースの俺たちの方が優位、違いない。それでも1敗1分けは厳しいから、田園都市線は車の性能差だけで勝負しにくいコースだからな。プロジェクト D 3VFでMT比の低い大出力電動機の特徴、さすがについてくるか。無理もねえ、こんだけ粘着しなければパワーの半分も使えてねえからな。3VFのメリットがウィークポイントになって足を引っ張り上がる。こっちの手の内は一本目で丸裸だ。小手先の駆け引きは通用しない。寝る時はガンガン攻めるぜ。 本当にこれで良かったのか。長引くのはケイスケにとって不利なんだったな。ダメだとあらゆる負担は人間に来るんだよな。消耗するのはドライバーの神経だよ。ケイスケの集中力がどこまで持つかだな。あいつが今取り組んでる課題をきっちりとマスターするためにはいいチャンスだ。じっくりと走り込んでもらうさ。プレッシャーのかかる実践の中で生きる技術じゃなければ意味がない。 相変わらず厳しいんだよな、ケースが。同じ通勤型車両だが、重量全電動変速か。考えたもんだ。やっと出てきたね。スニックにかけるときには、スニックライムはすごいバトルになる。ダウンヒルバトルが、がっくりとよく、一時的に扱いが。 わかるわ。勝ちましょう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 。勝ちまし
努力制限が可能で、高い粘着性能を発揮するが、濡れたレールでは低い MPP に外出力をかけられない。だが俺の8500回にはそれがない。 P 車2両を M 車に変えた10両全電動車編成だ。こいつの最大のメリットは、どんな状況でも立候補指令すれば10両全40軸から確実に安定したパワーを叩き込めることだ。アベレージスピードの低いコーナーに持ち込めた対時直発制御の戦闘力は確実に 3VF 制御の上を行くんだ。前に出たぞ。ポイントでしっかり仕掛けてきやがった。やってくれるじゃねえか。だったらこっちもご期待にお応えしねえとな。随分早くに動いたな。涼介、圭介は大丈夫かな。涼介さん、こんなこともあろうか密かに取り込んでる3分間。この展開になればモチベーションの勝負だ。メンテや改造に不自由しないセミワークスのお坊ちゃん育ちには分かんねえだろうが、気合と根性だけは金では買えないものなんだ。貧乏でも努力したやつが勝ってこそドラマじゃねえか。俺が負けてちゃ盛り上がらねえぜ。10年越しの悲願、
今、凌介さん、実現する。俺たちの声が耳に入らないくらい考え込んで。あれは絶対余計なことを考えてる顔だ。たかが雨でそこまでヨレヨレになったのかよ。しょぼいもんだな。勝とうと思えばいくらでもやりようがあるってんよ。何もまともにやり合うことはねえんだ。8500の動きがさっきから少しずつ怪しくなってきて、向こうも疲れてる。そろそろこっちからアクション起こしてみっか。目いっぱいプレッシャーかけて揺さぶってやる。二人ともかなり疲れてきた。そうだと思うけど、スライダーは集中してるから疲れてることに気がつかないもんなんですよ。一発勝負にピークを合わせて集中力を高めてきた。予定外の2本目はかなりスピードで、プレッシャーかけてるつもりだろうが、その手に乗るか。苦しいのは俺だけじゃねえはずだ。終わりはハンクラブだぜ。疲れてるのがわかるようなら、もう集中力切れ始めてるってことだから、決着する時はあっけないと思いますよ。クス、えらく煽られてる気がするぜ。なぜかな、疲れで俺のペースが落ちてるとしたら、まずいよな。もっと突っ込んでかねえと。人間の集中力なんてそう長く続くもんじゃないらしいからな。水着まで張り詰めていられるのは30分くらいが限界だと言われた。雨で視界は悪いし、レールは滑る。一瞬も気が抜けないからな。集中力が消えたら具体的にどうなるか。まず判断力だ。反応が遅れ、ちょっとしたことがストレスになる。二つのことが同時にこなせなくなる。終わる時はあっけなく終わる。ダーリン、負けないで。強化してダーリン、味方だよ。見境を失ってきた。にしても、あの三つ子の妻、マジ昔。ママさん、彼女。あんなところに、電車クルッキー落ちない君、東急5000系が。行くな、そっちじゃない。いや、落ちないようになってるんだけど、向きを変えるんだ。言い訳に聞こえるかもしれねえけどな、集中力が切れるってこんなもんなのか。魔が差したとしか言いようがないぞ。自分でも嘘だろって気分だ。ていうかマジ嘘だろ。あれ、心配したよ。お兄ちゃん大丈夫って無線で言ってたでしょ。大げさでバカみたいねえ。お兄ちゃん、あんな地味で意地悪なあっちの妹はほっとこう。あっちのかずみちゃん、愛想がないしな。なんだか冷たいし、こっちのかずみちゃんの方がいいぜ。俺の妹が、こんなに可愛いわけがない。よし、用が済んだな。入るぞ。撤収、ぼやぼやするな。さっさと支度しろ。夜明けまでに出発するぞ。うん、スカプー。凌介さん、機嫌悪くないですか。すっきりしない決着だったからかな。俺も納得してねえし。何か企んでたけどうまくいかなかったな。